デカ盛り氏チャンネル。じゃあ、金城さんから、注目選手とキャプテン来たんで、名前、はい、こっちの順番で、大きい声で、してあげ。ASG ジュニオールの吉村未来です。センターバックをしています。キャプテン。副キャプテン。じゃあ次。ASG ジュニオールの宮脇直人です。フォワードをしています。はい、じゃあ次。ASG ジュニオールの宮崎蓮です。ミッドフィルダーをしています。お、はい、じゃあ最後。SG ジュニオールの島野キータです。フォワードをしています。おー、一緒よ。じゃあ SG ジュニオールの好きなとこちょっと教えて。何事も全力で取り組んでるところです。おー、環境とかどう？環境とか、手話とかでめっちゃやりやすいです。おー、じゃあ次。練習の時はわちゃわちゃしているけど、うん、本番になったらみんな集中して全力でサッカーに取り組んでるところだと思います。じゃあ今日練習わちゃわちゃする感じする？今日練習にあるで。多分わちゃわちゃ。オッケー、わかった。じゃあ次お願いします。僕も右のことだし、うん、オンとオフの切り替えがあるっていう感じやな。この二人に似てるんですけど、オンとオフで遊ぶときはいっぱい遊んで、で試合となったら本気でやったり、オンとオフがいいと思います。ああ、全部オンとオフ。すごいね。でもなんか逆に楽しみやね。今日一緒に参加するんで、邪魔しないように頑張る。サッカー楽しむことないからね。日本代表になる人。はい。じゃあ絶対なろうぜ。オッケー。じゃあ今日お願いします。お願いします。じゃあ練習行きましょう。やっ、やばい。この日はめちゃめちゃでかい方だったんですけど。おっしゃ。この子ね。授業に新しい新鮮だけど。デカ盛りさんです。おっしゃ。全部一人削れるか。お前誰かレジュラー。どう。ゆうくん頑張ろう。はい。センターバック。今日マッチクラブ潜入ということで、エースジュニオール密着は髪が気にせずしっかりいつもの通りやった。お願いします。自分のその熱い思いとか自信っていうのをちゃんと言葉にしてみんなを伝えれるようにと、あとはみんなサッカー選手目指してるんやったら、やっぱりこういう中でもいつもの自分を出せるようなメンタリティっていうのはもうこの年代からあっても普通。久保建英さんの髪はどう？10歳ぐらいからインタビューされてて、っていうのはみんなもなかなかない経験やけど慣れていかないといけないことやから、この中でも、自分たちしかジュニオールの良さも伝えながら、ただ普段よりも別にテンション高くとか低くとかそんなんいらんから、いつも通りのみんなを出して、それで動画で何か伝わればいいし、森島さんこうやって元日本代表の人が来てみんなのためにこうやってくれてるっていうのは非常に俺もありがたいし、みんなにとってもいい経験やから、それを今後の成長につなげていけるようにいいトレーニング、約1時間ぐらいです、しっかり集中してトレーニングしていきましょう。いいですか？はい、はい、じゃあ頑張っていこう。オンとオフがちゃんと分かれてるのっていいよね。いや、いいっすね、うん、練習楽しそうやし、やっぱ金城さんのさキャラ出てるよね、はいはい、今日俺前は中学生やったけど、今日こんなと中学生もあるけど、はい、一旦小学生、一旦小学生、はい、格の違い見せるわいや、そりゃそうでしょ。ひときはサッカー系一番です、みんなどこで言われてんねんで、一応これ名物にしようかなと思ってで、前サッカー系 YouTuber さんと結構会ってきたんですけど、はい、結構下手でペコペコしてました本当すいませんでした。梅ちゃんの負け日が上手かったしね。いや、上手かったですね、うん、でも明るいチームの方がね、いいからね、うん、どうしてもすごいやりやすいし、ね、はいはいはい、反応が返ってくるのすごい大事やし、確かにね、うん、やっぱ明るいキャラの方がやっぱ近所さんもやっぱ明るいし、はい、やっぱオンオフ分けてるっていうのは結構やっぱ大事にしてるんですか？めちゃめちゃ大事にしてる。いや、いいっすね。めちゃめちゃ大事にしてるし、インタビューであいつは多分めっちゃ緊張しましたないもん、ね、ないこういう機会ないもん。そう。いや、でもいい経験です。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。俺今日 AJ の練習やってきて、はい、そのまま F1 かっていうぐらい安全運転で12時半で12時半運転してきたんで、サッカーできるっていうのはやっぱ楽しいな。ちょっと引退してからサッカーから離れたいと思ったけど、やっぱサッカーするのってやっぱ楽しいなと思うし、俺もやっぱ自分のスクールやってるんで、練習とかね、メニューとかいっぱいちょっといっぱいパクらせてもらおうかなと思ってデカ盛り氏チャンネル。じゃあ2人組なんて、2人組あんまたはみった何これあれまた跳ねた全然こらあ、じゃあやったグー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 
右足だけは速いから俺。右足だけは。何のしますか。上げて。高く上げて。死ぬじゃって、はい、やっぱね、俺に何が言いたかったの今。わからないっす。さあ行く、やる俺と。よっしゃ。ライネで食べない。ゴーゴーゴー。はい、ゆうとゆうとゆうと。はい。いや素晴らしいと思います。そういうのドリブルってシザースだけじゃないし、目的持ってやっぱドリブルしなあかんからさ、そういうのも良かったし、あフリーマン使って22とかもやっぱすごく上手かったんで、あ、うん、5年生だと思わなかったです。お素晴らしいです。この学年1期生なんですよ。おジュニアを作った1期生で、まあ、この子たちがこれから来年6年生になってジュニオールの歴史を作ってくれるみたいなんで、じゃあ来年全日行くぞ。で来年全日行くぞ。ありがとうございました。テッカチャンネル笑顔頑張っていきましょう。じゃあ金城さんから注目の選手4人。キャプテンじゃあ順番に、エースジュニオール16番安田英二です。ポジションは中盤だったら得点おわい、はい、じゃあ、エースジュニオール背番号15番松田美優です。ポジションはセンターバックです。おじゃあ背番号70番の山口祐希です。ポジションはセンターバックです。おセンターバックやな。はい、じゃあエースジュニオール背番号5番田中優和です。ポジションはバック以外ならどこでもできます。おーエースジュニオール魅力ちょっと教えてほしい。魅力はコーチと選手の距離感が近いところとみんな明るいところです。間違いない。いいところはオンとオフのメリハリがしっかりついているところです。キャプテン2人が言ってくれたのと同じやけど、オンとオフの切り替えがはっきりしてて、コーチと選手全員が仲良いことです。あいいね。それは3人が言ってくれたこともそうやけど、何より全員がサッカーが大好きです。お素晴らしい。俺も今日潜入してもらったけど、素晴らしいメニューしてたし、この4人が引っ張ってチーム盛り上げてほしいと思うんで、今から俺も一緒に練習するんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、見た、また2人組。2人組、2人組、2人組。あ、今日はいますね。今日は味方いたんすね。彼の密着、今日。映さんねえ、手が。危ない。危ないよ、これ。あ、ちょ、もうちょっと行こう。何してるんすか。やばい。
はい、次、はい、誰いや、準備しとけ、準備マット怖いけど、最初金城さんと、そこのデニーズでミーティングしてる時に、まあ、8年間で14万人サッカー人口減ってるってところで町クラブを応援してほしいということで、まあ、第2弾 ACG ジュニアルちょっと潜入させてもらいました。僕はプロ16年間やって、隣のスタジアムでセレッソ大阪でプロ生活始めて、正直長いのスタジアム来るのがめっちゃ嫌やってけど、引退してから来れたんやけど、それって自分がやっぱやってきたからそう思える時もあるし、16年間やったからプロって華やかったんかったらそうじゃない、ある今笑ってるやつとか聞いてへんやつおったらそれはもう終わりやと思う。プロに世界に入ったらもうその1日でもう契約やからな。1年で首切られたその後の人生どうすんねんと。ワールドカップ行きたい人みんな行きたいね。ワールドカップを行きたいっていう目標を持って今からやってほしい。で中学生今思春期やな、自分で絶対成長止めない、それだけは約束してる。ほんとにな、なんかいいことは言えんけど俺はプロ1日目から後悔してる。やっぱり J1 から J5 まで落ちたことある。年俸も10分の1まで落ちたことある。地獄やった。でもやっぱサッカー楽しかった。サッカー楽しいと思って、自分でやっぱ成長止めたか。絶対に中学校3年間も帰ってこんからめちゃめちゃ大事中学校だから、まあ本当に何なんあいつ何笑ったん誰やねんって思うかもしれんけど、プロ待ってから見返してくれ俺のこと。 OK、 俺みたいに絶対ならんといてほしい。後悔せずに華やかな世界に行ってほしいから頑張ってください。はい、また来ますんで、また今日はありがとうございました。ありがとうございました。デカ盛り氏チャンネル、ケンさん今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。なんかもう、はい、現役時代思い出しました。お前ですか。なんか出すよとかって思っちゃう感情を引き出すような目にあったし、はい、やっぱ金城さんの熱い思いとか、はい、小学生の時とジーニャユースの時、はい、バチって変わったし、はい、やっぱかなりにしっかりコミットしてたし、はい、言ってる一つ一つの言葉がすごいなんか良かったなと思ったし、はい、あ、まあ、僕もなんかすごい参考になったっていうか、あ、ほんまですか。はい、僕もやっぱフォワードのスクールやってるんで、はいはいはい、なんか自分も持って帰ろうと思って経験したかったんで、はい、しかもエースジーニョール大好きになりました。あ、ほんまですか。ありがとうございます。もう本当にいえ、ありがとうございました。じゃあこのチャンネルが良かったら高評価と、チャンネル登録、あと ACG ジュニオールのホームページも見てくださいね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。 ACG ジュニオール、ゼロ、最後。